宮崎雄姫は日本の女子プロレスラー、愛知県安城市出身。プロレスデビューは1995年1月8日、JWP 女子プロレスの後楽園、ホール大会での対、くすみとも戦であった。JWP は翌年の1996年に離脱し、一旦プロレス界から離れたが、1998年に吉本女子プロレス JD に、 エチセラというリングネームで現役復帰した。1999年4月に JD を離脱し、メキシコリプル a に参戦。帰国後はフリーランスとして活動していたが、2000年3月にネオ女子プロレスに入団した。ネオ女子プロレスでは、タニーマウスとのタッグチーム、ネオマシンガンズを結成。2010年10月29日、新規場での 第日本プロレスネオ女子プロレス合同工業で、伊藤隆二と組み、河西淳、黒天使沼沢邪キのレイオンゴジャサルキチガイエスと、蛍光灯デスマッチで対戦した。12月31日、ネオ女子プロレス解散と共に引退。2011年3月21日、DVD 発売を記念して、アイスリボン後楽園大会で、谷井・田村よし子と共に、サイン会を行う。 8月4日、バンビと須山博次のイベント、バンビの塩か辛ナユー4ン天ューラン先生のロマンチック教室リターンズにゲスト出演。現在は飲食店勤務の傍ら、ミュージシャンとして現役時代から行ってきたライブで活動している。2015年7月20日、プロレスリングウェーブ後楽園、ホール大会対浜田文子戦で現役復帰。以降は通常勤務の都合。 日曜及び天の休日のみの参戦となる。ありがとうございます。